実際こう走る選手としての評価というか、今の橋本君の。ああ、そうですね、はい、評価は、まあ、完全優勝がここだっていうのもあるんで、はいはい、いや、まあはい、どちらかというと新人では前取りたがる選手が多い中ではよく理解して、はい、抑え選考をなんとか頑張ってるので、はい、まあ、そのままもうちょっと貫いてほしいし、まあ、できるなら、まあ、その抑え選考のスケールの大きい番には、はい、なってってほしいんで、はい、結構その着を狙いに行く若い選手が多い中で、はい、ああやってライン戦ができるっていうのは貴重な存在なのかなとは思うんですけど、やっぱり。そうですね、はい、これはやっぱり後ろがあっての自分っていうのも、もう、はい、もうすっぱく言うなるように言ってるし、はい、でまあ、そのうち力が拮抗してきたら自分一人だけではもうどうしようもないっていうのはもう、はい、ですよね、はい、やっぱり本人的にはやっぱり、ね、同期と同じようにスパーンと一着取る競争もちょっとしたいのかなって。はい、そうですね、はい、それも若干 あるんですが、まあそのうち、まあ、ちょっと今まだ理解できてないかもしれないですけど、うん、そのうち嫌でもそういう風になったりとか来るから、まあ今はとにかく、うん、もう嫌なこと嫌ですよね、はいはい、多分再選考、はいはいはい、でまあ、また多分これからの時期、うん、冬場重たくなるから、ね、重たい中でどんだけ、はい、出れるか、はいですね、はい、僕にはその20年の失敗のキャリアがあるんで重いですね重いですね、はい、ね、他の強い、ね、お父さん方は成功の体験もあるかもしれないけど、僕には失敗の経験もあるんで、それをもう教えてますね、伝えてますね、はい、なかなかね、輝かしい部分だけじゃなくてやっぱいろいろ苦労っていうのも、はい、でまあなんですかね、まあ、やっぱり走ってみていざ同じ大垣には山口健也がいて、で片やゆっくり登っていくタイプもあるんで、はい、自分がそういうタイプ、まあ、健也みたいにパーンと強くなるタイプじゃないならどうしたらコツコツ上がっていけるか、はい、まあ、ほとんどの選手がそうだと思うんですが、どうやってコツコツ上がっていくか、はい、それを僕の経験と今はまあ117期なんで113期115期、そのちょっと前の先輩たちも見ながらどういう人が伸びるのかっていうのも、はい、教えてます。なかなか根気がいることだとは思うんですけど、はいはいはい、やっぱ長くね競輪人生を送るっていうことを考えると、あ、そうですね、ものの1年2年でねトップスター行ける人もおれば、何年、まあ、5年10年かけて上がるパターンもあるので、はいはい、どのような道を歩んだら上まで上がれるのかっていうのは、はい、まあ、考えさせてます、はい、あ、でも今のスタイルでねしばらくちょっと見たいなって。あ、そうですね、はい、あれよりもうちょっと大きいスケール、はい、目指してやっていきたいですね。じゃあちょっとその辺の調教も期待してます、はい、ありがとうございます、はい。